十二月十三日午後零時十三分、イギリスの下院選挙のスペシャルショットをお届けしたいと思います。ご存知の通り、本日イギリスの下院選挙の結果が出てきております。出口調査の結果では三百六十八議席獲得ということで三百二十議席プラスアルファ過半数を取れるかどうかという部分で考えておりましたが、どうも。 48議席ぐらいは少なくとも過半数よりも超えるのではないかという出口調査の結果ポンドが吹き上がりました、まあ、瞬間的に147の91銭まで上がった後百147の前半まで一回緩みましたがその後はですね徐々にもう一回あのショートカバー気味に買いが強まりまして今度は瞬間的に147の91を越しそうなタイミングで 損切りが出て下で売った分の損切りが出て買い戻しが強まった結果147の955まで高値を更新をしておりますこれが11時過ぎですねただしここで148に届かなかったということから現状は今147円のまた5丸が割れて48レベルでの揉み合いとなっています午後にほぼ全部の議席がですね確定をすると思いますが 12時7分の段階では、えーっとですね、保守党が94議席、労働党が79議席を確保したという数字が出ております。こちらの方が、解散前の議席が保守党が298、労働党が243でございましたが、この差がです、ね、かなり圧倒的に開くのではないかと。 三百六十八議席獲得予想になってますので、これがどれだけ伸びるのかという部分に注目が集まります。えー、もう午後になりまして、ここからですね。えー、徐々に開票が進んで、えー、激しく争っているような議席の結果も出てくると思います。えー、これが、えー、あまり思ったほど保守党が伸びないということになれば、えー、若干ポンドが売られて、えー、まあ、百四十七円割り込む局面も出てくるかもしれません。 ただし過半数を割り込むことがなければ、えー、莫大にそのむちゃくちゃポンドが売られるということはまずないだろうというふうに思います選挙結果にの結果ですね、まあ、146円台どこかで、えー、即打ちをするようであればしばらく、えー、このポンドのもみ合いが続くかなというふうに思います、えー、これで、えー、実際にに月末のブレグジットに対して、えー、もう ある程度こう具体的な日取りが年末に向けて出てくるのかなという気もいたします。えー、実際にこれで今度は立候補したときに保守党の議員にボリス・ジョンソンが EU と交わした離脱の要するにあの条項ですね、これを要するに賛成をするということで踏み絵をして立候補させた経緯があります。したがって 今回、えー、議席を獲得した議員は、えー、全員がボリスの案に賛成ということになるでしょうから、えー、そうなってくると、えー、合意ある離脱がそのまま決まま決るという筋書きになります、まあ、その辺も含めて、えー、あとは、えー、前倒しでもし1月末を待たずしてやるのかどうかも含めて、えー、まだ紆余曲折はあるかもしれませんが、えー、大きく 離脱前にポンドが激しく売られることは多分ないだろうというふうに考えております。実際に離脱に向けていろいろな困難が出てくるようなああの、まあ、離脱後ですね移行期間中にいろいろ困難が出てくるようですとその都度ポンドが売られる可能性というのは十分にあるだろうというふうに思いますしもう離脱が決まった以上はここからですね大きくポンドが、えー そのブレグジット絡みで買い戻されるということは、あまり想定できないかなというふうに考えています。だから純粋にあのイギリスの経済指標がいいとか悪いとか、そういったものでその動くことは当然あると思いますけれども、ブレグジットネタで買われるということは、もうあまりないのではないかというふうに考えておりいとうがござます。